えー、勤務先の風俗店でひどい嫌がらせに遭いました内容としては集団待機で保管していたん、集団待機で保管していた私の専用仕事バッグにローションを一本丸々ぶっかけられたえそれやばくないそれ普通に被害届け出しなようん 私専用の仕事バッグに、ローションを一本丸々ぶっかけられたということですと、被害としてはバッグが変色してしまったこと、私物のタイマーが水没したこと、そうです、な、私物のバッグにやられたってことはあ。 えやばくない普通に私物の大麻が水没したことぐらいですがこんな幼稚な嫌がらせに驚きとショックを受けてしまいましたと店長にバッグを見せ報告したのですがバッグは今後事務所で保管するので帰りに事務所に置いて出勤時に事務所に寄ってくださいという回答だけでしたと今回の件で悩んでいるのは今,今はまだこの程度の嫌がらせで済んでいますがこの先相手がエスカレートしてこないかということですと。<laughs> お店も頼りになりませんし嫌がらせをエスカレートさせないためにも「私個人の風俗ツイッターアカウントに被害状況の動画とともにタイマーとバッグが使えなくなったことと証拠として空になったローションのボトルを保全してあるという牽制のツイートしようかなんでいます逆に相手を刺激してしまうだけでしょうか」うん、いや俺だったら俺はだってでも俺,俺の性格上は完全にそれやるねうん。 次はマジ埋めてやるっつって。埋めてやるわ。ちょっと、ツイッター的に、ツイッターの規約的にちょっとやばそうだけど。え、っていうかあ、そうか。でもそれ証拠ちゃんと残しとんや。え、ちょっと待って。音入ってないよね。あ音入っと。うわえ、え、やば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 ,え,やばえ、バッグの中ローションまみれ。ネバーってなってんねん。うん。え、そうそう、それ。 え、それ誰かは分かっとんのああ、これ、あれね、ある女の子から広い被害を受けました。バッグがローションまみれ、愛用していた私物のタイム。はぁはははちなみにさ、これさ、なんとなく目星はついとんの誰か。あいつかなって子はいますが、その程度ちなみに、あなた自身は割と自分の自己評価でいいっすよ。自己評価の中で、メンタル強い方すかそれともあんまり強くない方すか強くはない。今もキリキリ、胃がキリキリ痛みます えでもさそれさ例えばさこんよっぽどバカじゃなかったらこのローションやる時にさ、うん、このローション手袋つけてやるでしょ指紋残さんようにある女の子からひどい嫌がらせを受けましたバッグがローションまみれ愛用していた私物のタイマーも水没してしまいました最低限証拠になりそうな犯行に使われたローションは保存してありますで謝罪がなければ警察に相談させていただきます えそこのさ待機待機っていうかこのこの何荷物を置いてある場所にさなんかこうカメラみたいなのはないのかなダミーカメラっぽいあーえで逆に言うとそこの店舗じゃなきゃダメなの自分的には他の店舗に移籍するとかそういうのはできないの俺は変な話移転した方がいいような気がするけどな,なんか。 どうせなんかろくでもない女だろ、それあの相手。投げットなんか頭の中でこいつかなって思ってるやつって。そういうやつって下手すると、下手国と、なんか前科とかあって、もうなんかもう捨てミタックル全然できちゃう。なんか、あのー、懲役上等みたいなさ、<laughs> そういうなんか頭おかしいやつだったら結構めんどくせえから。バックが高いし、コンセプトに合いすぎてる私。うーん。えんで、何結構、結構お客さんバンバン取るのあ、お前自身が。 相手は多分系列店のデブ <laughs> <laughs> デブ <laughs> <laughs> 相手は多分系列店のデブああ、なるほどねで、じゃあもう成績の差がだいぶあるってことでも店がそういうさそういうことでさ結構さあなた自身が結構お客さんバンバン取ってるのにその対応だったらなんか店信用できんくねっていう お店ではピカイチ私の客数。あ、もう何ぶっちぎりなんだ。え、だとするとさ、もうさ、そのさ、ナンバーワンみたいなさ、いや、わけでしょ要は言うたら。で、そうしたらさ、ナンバーワンとっとってさ、ナンバーワンの女の子に対してさ、その対応しかできない店だったらさ、俺だったら俺余裕で移籍するけどね。え、それ店長に言ったんだっけええー、と で、お店にも頼りに、店長にバックを見せだから店長に言って駄目なオーナーとかは全く分かんないのかな。オーナーは無理そう。あ、だったら俺はもう余裕で、もう店長がそんなんだったら、俺はもう、なんかそんな対応だったら、俺マジ普通にやめるわ、俺だったら。で、あのその Twitter、SNS もフォロワー結構いるよね、確かね。 だから俺だったら謝罪がなければ警察に相談させていただきますっていうところじゃなくてなんか店にも相談したけど店もなんかずさんな対応だったから私ナンバーワンなのにあのなんかクソみたいな対応していくから移籍しよっかなーっていう店に対してもけ、牽制したらいいんじゃない ?SNS もすげえ上手に使ってるから多分そのままそのまま客そのままその店についてる客っていうよりもあなた自身についてる客っていう方が確実に多いから なんか雰囲気的に。私店長が思ってる今回のことショック受けてるから、お店辞めるかもしれないって言ったら、あ、わかりました、了解ですとは言ってました。あ駄だったら辞めた方がいいんじゃないいやー、ナンバーワンに対してそのあ扱いはマジクソじゃないいや,いや、ちょうどいい機会やん。やめな、やめな、そんなん。そんなね、あの、キャストのことを、キャストっていうか、自分とこの従業員のこと大事にできないやつが、大事にできないようなやつが、 店長だったらやめた方がいいよマジで遅かれ早かれよ結局あ良かったやんなんかちょうどきっかけやんそこから移籍しなよマジでえちなみになんだけどさえごめんごめん一つだけ質問していい一つだけ質問していいあの過去にさ店長にあのオフでなんかデートなのかそれなのか一発なのか誘われて断った経験ある それか冗談、冗談っぽく誘われたりしてたのを、なんか、なんか毎回交わしてたみたいな。ご飯行こうって言われてて結局流れたいや、やめた方がいいんじゃね俺はその方がいいと思うけど。で、そのなんか、ねえ、豚みたいなやつってさ、もう大体お前、人生さ、もうなんか捨ててるみたいなやつだからさ、どうせ。<laughs> マジで。 なんかもうそのそのさ人のさ人のい人に対してさ物理的な嫌がらせまでしてくる豚は絶対人生捨ててる系の豚だからうんそうそれでその豚とあのー、正面からぶつかったところでうん多分得はないよ下手すると多分捨て身タックルしてきて終わりだよだったらそうあのうぜえしだるいけどうん うぜいしだるいけど、そこの店やめちゃった方がいいと思うけど。もう、てか店長もクソよ。ガチで。うん。やっぱ、てめえんところの従業員大事にできねえやつって、あの、マジで無能だと思ってるから、俺。何よりも大事やからね。客と従業員は同じレベルで大事なんよ。どっちが優劣じゃなくて。そう。客と従業員って同じレベルで大事にしなきゃいけないもんだから。 だそれができねえやつはマジでね無能だって。で結局これがさねまだ初回でさ一発目でさね一発目でいきなりカバンの中にねあのー、ローションぶぶちまけるようなやつでしょそれがお前どんどんそういうやつってエスカレートするわけだからその後エスカレートした結果何が起きるかっつう話よマジで怖すぎない普通に。で多分おそらくそのままねお前が一番客取ってたわけだからうん。 そうするとそのナンバーワンがポンと抜けてまあそんなに長くないんじゃないじゃあそうするとうんへこちったやめれそう、うん、これ俺はやめ,やめた方がいいと思うけどまあこれでやめた方がいいっていうアドバイスに対してやめれそうかどうかが問題でさもしやめれなさそうだったらなんか違うアドバイスをしなきゃいけないし、うん、今まで太っててちょっと痩せて人気出たところだからちょっと移籍する勇気が出なくて。 いやでも正直武器がでかいやんか。でかい武器があるから。だから多分どこでもやっていけると思うけどね。こいつあの、L カップあんのよ。<laughs> だから、例えば D カップとか、ね。D とか E とか F とかだったらさ、らゴロゴロいるわけよ、世の中。ゴロゴロいんのね。L カップ俺見たことないからね。それでマジで、いくらでも客取れると思うし。だって、 俺、一時期、半年くらい、なんか、あの、風俗ハマりしたことがあってさ、30歳ぐらいの時に、いろんな巨乳の人とかとさ、あの、やっとったけどさ、うん、お願いしとったけど、うん、L って、もう、武器すぎるでしょ、だって。マジで。うん。愛ですら、武器なのに、もう、その遥か上の L いっちゃってるからさ、うん。そう。だ、だとすると、俺、どこでも行けると思うけどね。 ねえその今さっきの店長のそのねえあのねあお店辞めるかもしれないに対するあのリアクションがさちょっとあまりにさなんかもうそれそれを聞いただけでもさなんか店長がさどうしようもねえやつだってことがもうねえ分かるわけでさ、うん、その店にでしかもなんかよくわかるない謎のデブがさねえ人のバッグの中にさあのー、高いバッグの中にさローションぶちまけてダメにしちゃうとかさ。うん 普通の犯罪だからね、それ。完全に器物損害だから。そう考えると、そのストレスを抱えながらやっていくのと、うーん、どっちかね、っていう。うーん。今回の件、店長に大丈夫もごめんねも言われなくて。だから、だって店長がずーっとさ、その店にいるわけでしょ店っていうか、まあ、店なのかつ、つなんか待機、待機の部屋なのかわかんねいけどさ。 でそこにいるにもかかわらずそれをやられてさそれを見過ごしてるわけじゃんだ管理すらできてないわけでさめちゃめちゃ無能の無能の無,無能中の無能だぜその店長で下手な仕返しでもした日にはマジでやべえしさそうしし仕返しでも来た場合ねそうなんかそのツイッターでツイートしてなんじゃかんじゃっていうそこに在籍したままツイートすして余計それがひどくなるって パターンだったらさ多分メンタル的にやばくねっていう、うん、あのツイッターもさ結構フォロワーいたよね確かねパイズリアカウントえっとパイズリアカウント8500人風俗アカウント2500人ぐらいフォロワーがいるから風俗の中でも結構うーんと 多い方だと思うよ、俺。風俗アカウントで2500人いる人って結構多いと思うけどね、俺。うん。なんか、結構有名な、昔有名な名古屋かなんかの有名な、うん、あの、風俗の人のアカウントあったけど、その人だって3、結構すげえ有名。なんかあの、なんだっけ、風俗のランキングサイトみたいなやつあるじゃんか。それで、なんか、 あの地域でナンバーワンめっちゃ取ってる人みたいなのはそれが3,000人とか4,000人とかだったからね俺はだからそうねそれでいけると思うかな俺はでも正直店長の対応も良くないしうん,なんか嫌な感じだから俺は移籍おすすめします正直怖くない次うんなんか りとか入れられららてたら地獄じゃない指ズタズタになるとかありえそうじゃないそういう人だったらうんで多分それで警察に捕まってもまあ懲役上等ぐらいにしか思ってないんじゃないそのクソデブうんそうねうんその方向でうん考えてみてくださいということでございましたまあ大変だったねうん 숟가락, 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 숟가